前から。もうすっごい綺麗。今日は、私のウィーケンドブログです今日土曜日なのでやっといい天気にもなってきてるし、ビーチに行こうかなって友達たちとお話をしてた。だから今日行くビーチは、前に結構行ってたビーチで、ドバイからちょっと遠い場所、車で1時間ぐらいかな。犬を連れて行けるビーチだから、私の友達の中でワンちゃん飼ってる子たちが多いから犬たちを連れてってビーチに行きます。じゃあ用意しましょうやっぱりビーチだから、あとビーチに行く前に、ちょっとビーチクラブに友達と待ち合わせにしてるから、そこでちょこっと、出る前に、食べに、まあちょっと見て食べに行って、ニオンとクッキーも連れて行きたいけど、やっぱりもう15歳、もう15歳なので、なんか家でゆっくりする時間が多くなったから、ちょっとずっと一日お出かけはなんかもうちょっと無理かなって思ってます。あと眉毛だけ一応描いといて、こんな感じかな。ビーチ行くから泳いだりとかするから、顔に別にそんなメイクとかしない、したくない。やり方変わってない、最初線引いて上に。そして薄くなってる場所をちょっと fill in します。うわ、こんな感じかな。Next。やっとドバイもそんな暑くなくなってき、暑くなくなってきた？暑くないから。ビーチまた行ける。やっぱり真夏だともう絶対行けないからさ、またビーチのシーズンが始まった。やっぱりドバイの一番いい気候は11月から3月ぐらいかな。あとはすごい暑い。 OK、過ぎた。大丈夫か。今日は私運転しないで友達が運転してくれる。やっぱりみんなで一緒の一つの車で行った方が楽しいから、迎えに来てくれる。こんな感じ。まあ眉毛だけだけど。やっぱり暑くなるとすごい汗とかかいたり、塩水に入ってちょっとマッサージタイム。あー、まだちょっと眠い。じゃあ今日のコーデ、アウトフィットを決めましょう。今日は久々で前買ったなんか蛍光グリーンのビキニにしようかな。あとは下はなんかテロテロのベージュ、テロテロベージュと、そしてちょっと短い長袖、まあ半分開けて着れるこのような、自分で切った
古いなんていうの バッチンアップシャツ半分にクロップにして着てます。あとはビーチの後食べ行くと思うから T シャツ一応着替えで T シャツ持っていきます。これ私が好きなドラゴンボールの T シャツです。じゃあちょっと着替えます。こんな感じです。この半上グリーン、そしてベージュのズボン、これがコーデです。あとはカバン、カバンですね。サングラス、いつものサングラス。じゃあビーチバッグ、日焼け止め、ターニングオイル、帽子、あとちっちゃいカバン入ってるから、このちっちゃいカバンは今アンダーウォーターなんかウォータープルーフの、使い捨てカメラがあって、それ入れといて、あとは何が必要、あとは自分のデジカメ、今最近いっぱい写真これで撮ってるから今日も撮ろうかな。あとはまあリップとかも入ってるポーチを入れて、あ、財布必要、財布は、あ、財布、あ、着替えの T シャツ入れて、あとビーチタオルで、以上ですね。よいしょ、全部入りました。じゃあ、あとはなんか必要かな、必要じゃないね、ビーチだから。あとサンダル履いて、着替え持って、タオル持った、日焼け止め、帽子ですね。じゃあ、ウマクイーンの犬ビーチに行きます。 Let's go。 はい、はい、 Are you ready for the beach? Are you ready for the beach? Yes. Yes. Yes, yes.You ready for the beach? Are you ready for the beach? Yes. 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 What's in Kana's bag? タオル、T シャツ、あといつもの、なんだっけ、リップとか、あとカメラ、使い捨てカメラ、あと財布とかですね。あと日焼け止め一番下に入ってます。イエーイ。あ、あと帽子。In Rosie's bag. お水とウェットワイプス、足を拭くのに、あとうんちバッグ。イエーイ。行きますよ。ビーチ行きますよ。日本語教えてあげたいね。ビーチ行きますよ。Rosie。これがアウトフィットです。ビーチバッグ持ってます。ビキニ、ジャケット、パンツ、そしてこれはパンツ、靴、シャツ、はい、ロゼー、オー、サーリー、アボカド、タコス、Thank you.
go the other side. Oh, okay. Hey, give me this. Hi! Throw my bag in the trunk. Hi! Hi! Hey! Hi! Rosé! Let them say hi. これから結構暑いから、今2時3時ぐらいかな。だからちょっとサンセットにビーチに、ドッグビーチに行きます。Sure.
Too properly. Sunset time. これが今ちょうどサンセットの終わる時間ですね。すごい気持ちいい、涼しいし、めっちゃいい天気。綺麗。めっちゃ綺麗。ちょうどサンセットの時間で、時間が終わったけど、もうすっごい綺麗。気持ちいい。なんか暑くないけど、寒くないけど、涼しくないけど、本当になんかちょうどいい気候。月見えるかな。そしてもう今またトラウザー履いて、もうすぐ涼んだら食べに行くかな。こちらはいい今、ワンちゃんたちをドロップオフして食べに行きます。今日お腹空いてるから自分に食べてます。今ちょうど着きました、レストランに。Yeah, interesting. I'm so tired. 超疲れた。 Yeah. We'll see. We're waiting. I look so bad. お腹すいた。 On my chin. お魚とご飯。 And I didn't even realize it was the airport. So I was freaking out because I was like, where did they get this image of me?By the way, check your thing at the sweet place. Remember that song? Cucumber and the yogurt. Oishi. Oishi. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. Let's dip our toes right in it.Sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. それが私のウィークエンドブログです。すごいめちゃくちゃ楽しかった。今回の撮影は、やっぱりビーチとか一日外で遊んでるのがすごい、疲れて楽しいけど、友達たちとみんなで話してて、もう本当にすごい疲れたって。やっぱりワンちゃんたちもいるから、めっちゃ疲れる。あと最後食べに行ったマンディ、アラビック料理もすごい美味しかったし、ご飯とそして、好きなお肉を一緒に食べて、そして自分の好きな、ヨーグルトとか、トマトとかオニオンとか上にかけて、
混ぜて食べる料理、普通は手で食べる料理なの。でも私なんか爪とかあるからフォークとナイフと食べた。あとやっぱり最初ヨーグルトをご飯と一緒に食べるのはちょっとびっくりして、やっぱりと思って、でも食べたらめちゃくちゃ美味しかったから、そのヨーグルトがちょっとガーリックとキュウリも入って、すごい味が出てめちゃくちゃ美味しい。そして魚と一緒に食べるのが私のやつ。あとは普通は、お肉とか好きなお肉選んで食べます。だからぜひ、みんなまた見てくれてありがとうございます。みんなもなんかどういうことして友達とウィーケンド遊んでんのかな、ぜひコメントしてください。ありがとう、バイ。Let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us.